レイモンド・オラン・エルマンコ・アルバラシンは、ペリュー・リマ軍、ルリン出身の同国代表サッカー選手。2019年はプリメーラ・ディビシオン、エスクエラ・ムニシパル・デポルティーボ・ボビ・ナシオナル所属。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。ペリューの首都リマ生まれだが、2歳から8歳までは、ベネズエラで過ごした。2002年には、ユースの大会であるゴシアカップで優勝を経験した。2005年には、 ベネズエラ U-15 代表に選出されたが、同年、ペルーに戻った。2007年3月の U-17、南米選手権ではチームを4位に導き、大会 MVP を獲得した。同年4月にペルーリーグの強豪アリアンサリまで、プロデビューを果たした。2008年2月のボリビア代表との親善試合で、17歳に、して、フル代表デビューを果たした。 2008年夏から、オランダ l d ビ g の PSV やイントホーフェンでプレー。2008から2009シーズンには、同リーグのビレム2に、レンタルされた。2009年12月23日に、ペルーのフアンアウリチにレンタルされ、2010年7月には、同クラブへ完全一席。2017年3月27日、CD ユニオンコメルシオに加入し母国へ復帰した。 ありがとうございます。